サムスン電子サムスンギャラクシー、サムスンギャラクシーノート Edge SCL24、ギャラクシーノート Edge SCL24 は、韓国のサムスン電子によって、日本国内向けに開発された au ブランドを展開する KDDI 及び沖縄セルラー電話の第 3.5 世代移動通信システム及び第 3.9 世代移動通信システム第4世代移動通信システム対応スマートフォンである。SCL22 の後継機種で筐体の右側に曲面ディスプレイを搭載している。この曲面ディスプレイは本体と独立しており、アプリケーションの切り替えを素早く行ったり、ショートカット操作を行ったりすることが可能である。さらに、au 版では、E メールや SMS を受信したときに、アニメーションで通知したり、本文を表示したりすることが可能である。他にも、日本独自機能としてワンセグ、お財布携帯に加え、Galaxy シリーズでは、初となるフルセグ放送の受信にも対応している。防塵性能は搭載していない。PC 向けウェブブラウザが標準装備されている。携帯向けサイトは他のスマートフォンや PC と同じく閲覧不可。ありがとうございます。